こんにちは、よりみつチャンネルです。このチャンネルではヘルスケア全般についてをお話ししています。今日もよろしくお願いします。今日はですね、実はちょっと報告があってこの動画を撮ってます。今ちょっとこうざっとこうお風呂に入ってさっぱりしてきたところなんですけれども、なんか若干目が赤いかもしれないですね。まあこんなこともありますよね、風呂入ったらね。でね、先日の動画でまあやっぱり体重を増やすと負担があるよと、こんなの物理的に考えたら当たり前なんですけど、今日ですね、まあランニング、今日はあのちょうど筋トレの日だったんですよ。でランニングをしました。で筋トレをしました。まあ全て、平常通りに行われたわけなんですけれども、でそれでなんと、まあ、まあ今はもう夜なんですけど、だいぶ体の疲れが少ないという結果になってます。これはもう当たり前なんですけど、あのここまでね体感したのはちょっと久しぶりだったんで、あまりにもちょっと感動したんで動画撮ってこれちょっと発信しとこうかなと思いました。やっぱりね、ちょっとまだ前回の流れから言うと、まあすごい体調が悪かったんですよと。で体調が悪くて、でまあオーバーワークになってたんですね。で1週間から10日かけて、まあリカバリープログラムを組んでですね、でそれで、まあ、回復したわけなんですけれども、まあ薄々感づいてたんですけど、この体調不良はこう体重を増やしたからじゃないかと。でまあ今多分まあちょっと自分で言うのはなんですけど、まあちょっと細マッチョ系なんですけど、多分ね、まあもっと細マッチョよりもっと派手かもしれないですけど、それをねもっとねこういわゆるこうゴリマッチョに寄せてってやろうと思ってやってみたわけですよ。で、一番最近で言ったら一番少ない時の体重が63キロで、まあ、最近はちょっと63はあの見た目があんまり健康的に見えないんですよね。ちょっと痩せすぎちゃってて、なのでまあ65の後半から66ですねぐらいに収めておこうかなというところでやってたんですけど、まあ、やっぱりなんかたまにちょっと変化が欲しいなとかって考えてたわけですよ。でそれでまあ僕が一緒に筋トレしてるそのパートナーがですね、まあ、100キロ上げると。で100キロ上げたいよと、まあ、ベンチプレスでね、フリーベイトのベンチプレスで100キロ上げたいよということで、で僕がまあ提案したわけですよ。で何を提案したかって言ったら、100キロ上げたいんだったら一番簡単な方法はやっぱり体重増やすことじゃないと。だから体を大きくして、でそれでそしたら100キロなんてすぐ上がんじゃないっていうふうな、まあ結構単純なあの指導をしたんですけども、これだいたいこうパワーって計算式がなんかあるんですよね。例えば体重あたりどれぐらいですよね。だから体重あたりにパワーがどれぐらい出るかっていう、そのまあだから例えばもし僕が50キロで100キロ上げたら 2.0 みたいな感じで、まあ 2.0 ですねみたいな。でこれでどれぐらいその人があのキログラムあたり単位あたりでパワーが出せるかっていうのを算出するんですけど、まあ、ちなみにですけど、もうだいぶもう2年ぐらい前ですけど、どれぐらいだったかな、 2.2 かぐらいあったかな僕は、まあ、僕チェストプレスですけどね、63キロで150キロぐらいだったんで、まあ、結構いってたんですけどね。もう今はちょっとそんなにあのちょっとねトレーニングを、スポーツクラブでやってたのを、まあ、自分ところのジムでですね、自分で作ったジムにトレーニング環境を変えて、それでもそんな重たいのがそのマシンにないんで、まあ、90キロまでなんで、まあ、90キロでやってるんですけど、でまあそのまあちょっと話戻してまあやってたわけですよ。でまあ僕のそのいわゆるこう提案通りに彼はタンパク質を取りまくってですね、結局多分8キロぐらい体重増やしたんですよね。で見た目もやっぱりだいぶ大きくなってなってるんですよ。まあ今現状でもそうなんですけど、で
なんかこう人がね変化するのを見てたら、なんかこう自分もちょっとか自分もこうちょっと久しぶりにこう体型とか変えてみようかなみたいな、こういう、痩せる方向には行くけど行ったことあるけど、こう大きくする方向って やってないな最近と思って、でそれでまあタンパク質をこう一生懸命取ってこう大きくする方向に行ったわけですよ。でそうするとね3週間ぐらいかな、もうたかだか3週間ぐらいで、まあ、3キロぐらい増え、3、4キロぐらいですね増えたんですよ。でやっぱその頃からねものすごい体調が悪くなって、あのとにかくね多分ねあの摂取しすぎなんですよ。あの、まあ、ご飯たくさん食べたとかじゃなくて、まあ、基本的にはタンパク、いわゆるプロテインですね、あのサプリメントのプロテインを飲む回数を、本当はっていうか、もともとは1日朝だけ1回とかだったんですけど、まあ、それを、1日3回とかいう風な感じで増やしたんですね。でそうするとやっぱりプロテインってね結構ね腹に溜まるんですよ。でいつも腹満杯だから結構ね体が疲れてるっていうか、まあ、体も重いし、なんかこう満腹感できついしみたいな感じで、まあ、それでうーんって思ってたんですけど、でそのそんででそういうのを思いながらオーバーワークになったんで、これはやっぱりもしかしたらちょっとこう体に負担がいってるんじゃないかなっていうところで、でそれで、まあ、元の形に戻そうと、で今日まあ、トレーニングの日だったんで体重を測りました。でそうすると今日は 66.7 キロかな、だったかな、 66.6 か 66.7 だったんですけど、まあ、つまりまあほぼ元通りになったんですね。で、まあ、これはあのトレーニング終わって、まあ、いつもあの 体調測るタイミングって決まってるんですよ。あのシャワー浴びて真っ裸で体重計に乗って何キロっていうので測るんですけど、だから大体もう同じ条件になってくるんですけど、この衣服の、ね、影響とかないように、まあ、なるべく裸で測るんですけど、で測ったら 66.7 とで、今日夜になって、じゃあもうなんかめちゃくちゃ首が痛いとか、なんかこう背中がめちゃくちゃバキバキに張ってるとかっていうようなあの症状があるかって言ったらないんですね。だからやっぱりだいぶ負担が減ったんだと思いますね。だから走る人、筋トレだけだったら分かんないですけど、多分だから今なんかちょっと体重いなって思ってる人ですよね、は多分もう3キロで、僕の場合はねあのこの3キロ痩せたのはたかだか2週間ぐらいの間に3キロ痩せてるんですよね。だからもうプロテイン飲むのやめたらもうシューッとこう体重が落ちてきたっていう感じなので、もう余計にこう短期間だから余計に負担が減ったような感じがしますね。なのでね、あまりにも感動したんで、とりあえずちょっと動画撮っとこうと思って今日は撮りました。なのでちょっとねトレーニングしてる人とか、まあ、健康的に過ごしたいなと思ってる人で、まあ、ちょっと最近体重いんだよねっていう人は、まあね3キロ落としたらまあ結構違いますよ。これはもう実体験なんでね、まあこういうことです。まあ、実体験からのものをちょっとこう発信したかったっていう感じですね。はい、またあの気づきがあったらぜひ発信していきたいと思いますんで、またよろしくお願いします。じゃあ今日はこれで動画を以上にしたいかなと思います。それではバイバイ。